どうせ今回は2024年春アニメ初動時点でのおすすめ作品紹介していきたいなと思いますっていうことで、鬼滅の刃はあれ5月から放送なんで、まだスタートはしていないわけでございますけれども、まあ大体の作品出揃いましたので、1話2話時点でこの作品は皆様におすすめしたいと。これはまあちょっとええかもなっていうね、作品振り分けていきたいなと思いますっていうことで、まあ一応鬼滅の刃始まってないんですけど、私ですね、先行上映見させていただいておりまして、第1話見ていますので、まあ、その先行上映の評価で、今回振り分けていきたいと思いますっていうことで早速始めてまいります。まずはですね、ツークール作品からですね、ダンジョン飯ということで、ダンジョン飯はまあおすすめしていきたい。ワンクール目からねめっちゃ面白かったんですけど、ツークール目も面白いなと思いながら視聴しており次第でございます。次、月が導く異世界道中、これね難しい。結構、ツークール目はね、面白くなりそうな感じしてるんですよ。だから、ここまで月道を見ている方であれば、おすすめでいいと思うんですけど、じゃあ今から、これ2期なんですね。なので、1期見て、じゃあここまで追いついてくださいって言われたら、ちょっと違うかなって思うんで、一応これさよならに置いておきます。次。うるせえ奴らっていうことで、これまあ最後のクールですね。4クールかけてやっていますので最後なんですけど、まあ私はまあ、さよならでいいかなと思いますね。これまあ月道と同じ理由ですね。もし、ここまで見てるんやったら、まあ引き続き見ていただければいいなって思うんですけど、まあ、あえて追いつかないといけないかっていうとそうでもないかなっていうところですね。で、こっからが、2024年春アニメの、新作作品になります。まずですね、アイドルマスター、シャイニーカラーズということで、シャニーマスなんですけど、ごめんなさい、私めっちゃシャニマス好きなんですよ。めっちゃシャニマス好きなんですけど、まあ、ちょっとね、さよならに置かせていただければなと思っていて、アニメいいところもね、非常にあるんですけれども、やっぱなかなかね、その初見の方がついていけるかっていうと難しい。アニメとゲームセットみたいな感じで、今シャニマスって売り出してるんで、そのゲームもやるつもりですっていう形であれば、おすすめでもいいんですけど、アニメだけっていうのであれば、ちょっとごめんなさい、さよならかなと思いますね。次、アストロノート。アストロノートね、これも難しいんですよね。ワンチャンおもろなりそうみたいな。これほんまに最終回次第やと思う。今ほんまにずっとね、巻いてる、餌巻いてる状態やと思うから、最終回、これなんかすごいらしいですからね。最終回めっちゃすごいから、お前ら見ておけよっていう売り出し文句でやってますけど、まあ、あえて時間作らなくてもええかなとは思いますね。次、ウィンドブレイカー。ウィンドブレイカーはね、まあ私はおすすめでもいいかなって思ってますね。まあ、ヤンキー作品が好きなのであれば、絶対ハマると思いますし、その、ヤンキーが力あるからこそ、街を守っていくというスタンスね。これちょっと面白そうやなと思いますので、まあ、1、2話時点では結構いいかなと思いました。次、おーい、トンボ。これはもうおすすめですよ。めちゃくちゃいいですね。第2話もね、良かったんですよ。心に染みるっていうね。トンボにもめっちゃ辛い過去あるやんっていう。だからその、意外がっていうのは、その島以外のところで辛い過去があって、島に逃げてきてるわけですよね。で、トンボっていうのも、なんか辛い過去があって、島に執着してるわけですよ。この二人が絡み合うことによってどういう未来を迎えていくのかってのはほんま見どころやと思いますので、トンボはおすすめしていきたいですね。次、狼と香辛料面白すぎる、これ。面白すぎる。その、私は旧作見てないんですけど、新作が初めてのね、狼と香辛料になるわけですが、いや、経済学の部分も面白いですしね、作品の中身自体もめっちゃ面白いんで、これもおすすめですね。次、ガールズバンドくらいですね。ガルクラは私はめっちゃおすすめしたいですね。まあ、今期 CG アニメ色々とありますけれども、一番、作品全体を通してね、クオリティ高いなと思いますね。で、CG 結構叩かれてるというか、なんか違和感覚えますって意見多いんですけど、結構高クオリティな CG やと思うんですけどね、ガルクラは。でも話の内容も私結構おもろいなと思ってますんで、まあ見てなかったなーっていう方は1話2話だけでもね視聴していただければなと思いますね。次ですね、カイト乙女と神隠し、こちらはおすすめしていきたいですね。まあ第1話ですね、その心に刺さるものというかね、気づきみたいなものもありましたし、まあ今後いろんな怪異現象に、まあメインキャラクターがねぶち当たっていくんでしょうけれども、まあその怪異現象をどう、物語として、完結していくかというかまとめていくか次第だと思いますが、第1話見る時点では結構ですね、まあ安心して見れるんじゃないかなと思いましたね。次、怪獣8号。怪獣8号はね、どうなんでしょうか。私結構微妙なんですけど、ライン的にはね、
微妙ですけど、第1話は面白かった。とかめっちゃまとまってたなっていう印象ですよね。世界観の提示もすんごい綺麗でしたし、最後の引きなんかもめちゃくちゃ面白いところで終わったんで、第1話のクオリティ高かったから、まあそのまんまずっと突き進んでいただけるのであれば、怪獣8号も面白くなるんじゃないかなって思いますね。次ですね、神はゲームに飢えている。これはもうさよならでね、いいと思って、出てですね。まあ、ゲーム内容がどれだけ凝ってるかっていうところに尽きるんですけども、私ね、ゲームに参加してる奴ら、第2話でね、結構ゲーム頑張ってたんですけど、そのゲームに参加してる奴らめっちゃアホやんって思っちゃったんで、なかなか中身に期待できるところはあんま少ないかもわかんないですね。って思ってる。次。カラスは主を選ばない。これはですね、ごめんなさい。保留にさせてほしい。保留にさせてほしいんですけど、これまだ見てないんですよ。もう2話まで終わったのかな？見てなくて。第1話ね、とある事情で見逃しちゃったんですよね。で、その1話見逃しちゃったらさ、なんでちょっと腰重なるじゃないですか。それちょっと見れてないんですけど、これは絶対追いつこうと思ってるんで、一旦ごめんなさい。保留。保留にさせてください。次、鬼滅の刃は、私はおすすめしていきたい。第1話ね、先行の上映でね、見させていただきましたけども、その鬼滅の刃のええとこめっちゃ詰まってるやん、みたいな、第1話だったんで、まあ、そのまま突き進んでくれれば、面白いまんま終わるんじゃないかなって思いますね。で、今回5月からスタートでしょ。だから結構話数少ないんですよね。やることだけやって引き伸ばさずに、ちゃちゃちゃーと終わっていきそうな気がするんで、まあ、楽しみにしたいなとは思ってますね。次。喧嘩独学も、さよならですね。私基本的にね、1話見たら、もう切らずにね、突き進んでいこうって思うタイプなんですけど、喧嘩独学に関しては、ちょっと気持ち揺らいでる。なんかもう、えっかなーってなってるぐらい、第1話ちょっと、あれだったかなと思いますね。まあ、唯一なんか YouTube を題材にしてるから、まあ、見よっかなとね、思ってますけど、内容は、ひどいかなと思いました。次。この素晴らしい世界に祝福をということで、もうこのスバ面白かったね。てかやっぱあれなんですよ。4人が揃ったらバカほど面白いですね。爆炎も爆炎でメグミンの話としては面白い部分ありましたけど、やっぱりカズマ、アクア、ダクネス、メグミン、この4人が揃ってこそこのスバなんだなってね、もう改めて思い出したなという第1話でございました。めっちゃ面白かったなって思いますね。次。囁くように恋を歌う。これはおすすめしたいですね。個人的にはね、めっちゃ面白かったなと思ってる試合でございます。そのユリ作品なんで、まあそのユリがそもそも無理ですっていう方は、ちょっとおすすめはできないんですけども、非常にいいスタートを切ったというかね、お互いが一目惚れしてるんですけど、この一目惚れの意味が違いますねっていうところですよね。うまく活かしていくことができれば、今後面白いユリ作品になるんじゃないかなと思いますね。次。ザ・ファブルということで、いや、私、これおもろいですけどね、なんか会話劇、非常に楽しませていただいてはいますね。で、手塚プロダクションさん制作っていうところで、アニメーションに対していろんな意見出ている印象ではあるんですけど、なんかそのアニメーションでバーン見せるというよりかは、本当に会話で見せる作品やと私は思ってますんで、なんか何の問題もなく、楽しく私はね、見させていただいています。まあ、ディズニープラスさん独占っていうところがネックであるんですけど、内容自体は非常に面白いなと思ってますね。次。じいさんばあさん若返る、これはさよならでええかなというところで、なんかショートアニメ詰め込みセット30分間みたいな感じですよね。なんか一本の線でずっと繋がってるんじゃなくて、点がポン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 とあって、なんとなく繋がってるっていう感じなので、当たり外れが激しい作品なんじゃないかなと思いますね。次、自己代理人。これはもうほんまおすすめですね。一気見てないよっていう方はですね、ぜひとも自己代理人視聴していただいて、まあゴールデンウィークなんかね、使って追いついていただければなと思います。第1話ね、第2期なんですけど、第1話に関しましても、なんでそうなったみたいな、まあ、早くですね、このからくり知りたいなというところで、ワクワクが高まっている第1話でございました。次、死神坊ちゃんとクラメイドっていうところで、これもおすすめしていきたいなと思います。まあ、完結するんだね。やっぱここまで死神坊ちゃんを楽しく視聴していた方は、もうワクワクが止まらない、第3期でございますし、これ見てないよって方も本当にめちゃくちゃ面白い、いい恋愛作品に、なっていますんで、死神坊ちゃんとクロメイでも、まあ、自己代理人同様ですね、ゴールデンウィークなんかを使って追いつくのも全然ありなんじゃないかなと思いますね。次、週末トレインどこへ行く？これも面白いですね。おすすめしていきたいなと、いうところで、水島監督、そして、EMT スクエアードさんの、オリジナル作品と、いうところでございますけども、まあ、第2話まで見ていくとですね、テーマっていうものが、ものすごくしっかりと、提示されたなという、ところありますので、そのテーマっていうのを
物語に絡めてどれだけ面白く、風呂敷をまとめ上げることができるのか、期待大だなと思いますが、この作品ですね、ワンチャン、晩作尽きる可能性あるんで、それだけが不安要素ではございます。次、声優ラジオの裏表、これはまあ、さよならでいいかなと思っていますね。まあ、声優大好きとか、声優ラジオが大好きっていう方は、楽しく視聴できるかもしれないですし、これわかんないんですけど、ユリ方向に行く可能性もあるんで、そういう女の子がね、イチャイチャするのが大好きですよっていう方が見るのであればいいですけども、中身そんな求めてはいけないのかなと思ってますね。次、戦隊大進化、これも、まあ、さよならでいいかなと思ってて、まあ、出落ちアニメ感がすごいですよね。なんかヒーローっていうのは、ほんまは、まあ、ヒーローじゃないっていうのもあれなんですけども、なんかやらせやってますよ、みたいな。なんかそれ、戦隊シリーズに対してなんか喧嘩売ってます、みたいなね、ところも思ったりね、アンチテーゼ的な意味もあるのかなと思いましたけれども、まあ、これは出落ちかなと思いましたね。次、転生記録、鑑定スキルで成り上がる。これは、まあ、見ていただきたいなと思ってて、やっぱタイトルで切られてる可能性とか、PV 見てえっかな、みたいな、可能性あるかと思います。PV 時点で私これおもろいなんて1ミリも思ってなかったんですけども、ね、第一は非常に、理にかなった、ものすごく、しっかりと作られてるなと印象を持った第一話でございましたので、まあ、第一話だけでも、視聴していただければなと思います。次、転生したらスライムだったっけ？はい、さようならと、いうことで、まあ、ここまで楽しく視聴している方であれば、今後も楽しく視聴できると思いますけども、まあ、3期2話ね、見させていただきましたが、もう相変わらず永遠に喋ってるだけなんでね、まあ、ちょっとまあ、難しいかなと思いますね。転生したら第7王子だったので、気ままに魔術を極めます。まあ、これもさよならでいいかなっていうことで、ショタがね、好きなのであれば、視聴していただければなと思いますね。続きまして、隣の妖怪さんということで、これはいいですよ、隣の妖怪さん。めちゃくちゃ心に染みますからね。なんかその、ジーンと感動していくみたいな、なんか、ブワーって泣くわけじゃないんですけど、しんみり感動していく系の作品なので、いや、こういう作品やっぱワンクールで一本ぐらい欲しいなと思うわけでございますけれども、いや、これ多分泣くよ最終回、本当に。ほんまにしんみり、さー言うて、泣けると思いますので、心がほっこりとする素晴らしい作品だなと思いますね。次、バーテンダー神のグラス、これもおすすめしていきたいと、いうことで、2話時点の感想になってますけれども、やっぱり1話としてのまとまりが非常に綺麗だなという、印象ございますし、そのお酒を絡めて、人間ドラマを描いていくという部分においてもですね、すごく魅力が詰まっているなと思っている人でございますので、バーテンダー神のグラスをおすすめしていきたいなと思いますね。次、ハイスピードエトワールですか？ハイスピードエトワールはもうごめんなさいっていうことで、まあ1話2話使って永遠にレースシーンを描き続けるというのは、まあいかがなものかなと、個人的には思ってしまいましたがね。まあただ、ちょっとシナリオもろそうなんですよね。私は思ってる。ワンチャン可能性秘めてるんですけど、いかんせんメインのレースシーン何ももんないんで、ちょっと厳しいかなと思ってますね。続きましては、花の井くんと恋の病っていうことで、これはまあ、さよならでいいんじゃないかなって個人的に思ってますね。その花の井くんって多分とんでもない過去持ってんちゃうかなって思ってて、その第2話で両親の写真あったんですけど、全部切り抜かれてるんですよね。誰かが切り抜かれてるっていうね、めちゃくちゃ激重写真やったんで、その過去は気になるんですけども、まあ、ラブコメとしておもろなるかって言われたら、あんまり魅力は感じないかなというところですね。続きまして、響けユーフォニアムということで、こんなんもおすすめでしかないということで、もう全国民が楽しみにしている作品でございますから、今後も楽しんでいきたいなと思います。続きまして、ブルーアーカイブ、というところで、ブルーかいいんじゃないかな、さよならで分からんけれどもね、めちゃくちゃ人気のソシャゲなんで、こっからバコーンおもろなる可能性もありますけど、ありますけど、結構そのユーザーメインというかね、新規よりかっていうのを強く感じてるんで、まあそこまで必死に追いかけなくてもいいんじゃないかなって、ブルーアカに関しては私は思っています。はい、続きましては、変人のサラダボール。これはね、難しいんですけど、これほんまにギャグがハマるかハマらないか、それだけなんで難しいんですけど、個人的にはちょっと期待したいかなとは思ってますね。これサラダボールね。ちょっと期待したいかなというところで、第2話でね、めっちゃおもろいやんって思ったシーンがあって、その後半なんですけど、その実際探偵やったじゃないですか、で浮気調査しますよっていう
ところで、まあ、実際なんかその庭師のね方と不倫してたんですけども、それを匂わせるかのようにスズメがですね庭なんかチュチューって言いながら羽ばたくっていう描写があったんですよ。これ完全にやってますねと、まあ、今なんかプレイしてるんやろうなって匂わせるような描写があった次に、あのガッツリねその窓ガラスにね奥さんが張り付いて庭師がバックしてるっていう、あのダイレクトに描くっていうね、いやせっかく匂わせたのに描くんかいっていうのはおもろいポイントだったんで、これほんまギャグハマるかどうかなんですけど、ちょっと面白いかなって思ってる私ちょっとおすすめしたいですね。1、2話見ていただいてギャグハマりそうかどうかっていう、あの確かめていただければなって思います。続きまして、忘却バッテリー、マッパさん制作のね野球アニメ、これおもろいな、これ面白かったな。そのマモの勢いのあるアフレコのギャグは、これハマるハマらないあると思うんで、これ知らないんですけど、まあ、あの軸のね、物語としましては非常に面白いというかね、あの冒頭で、そのキャッチャーがピッチャーに向かってね、いやもう忘れろや、みたいなね、相手のことなんてね、忘れろやって言っておきながら、そのピッチャーがね、その最後キャッチャーに向かってあの記憶なくなったんで、思い出させてやるって言っていくっていう、いや、もうすごくね、まとまりのある第一話だったんで、いや、期待できますけどね、今後。あと私今も大好きなんでね、そういう部分もあるんですけど、私は結構忘却バッテリー良かったなぁと思いましたね。次、魔王学院の不適合者、ということで、まあこれはねー、まあいいかなと思います。あの見てるんやったらね、ずっと見てるんやったら魔王学院ってめちゃくちゃ面白いと思うんですけども、一から追いつくってなると無理して追いつかなくてもいいかなと思ってる。ただ面白いですよ、魔王学院の不適合者ね、後半にねかけてバコーモになってくるんですけど、まあ素敵な作品だと思うんですけども、あえて追いつかなくてもいいかなとは思うっていう感じですね。次、魔王の俺が奴隷エルフにを嫁にしたんだがどうめでればいいっていうことで、まあこれは、さよならと、いうことで、あの可愛いキャラクターがエルフがね、可愛いなと思う作品です。はい、次、魔法科高校の劣等生ってことで、これもまあさよならかなと思っていて、まあ魔法科高校の劣等生が大好きな方がずっと楽しめばいいんじゃないかなと思っています。次、無職転生、これはもうおすすめしていきたいと、いうことで、まあ第2期の第2クール始まりましたけども、相変わらずもクオリティが高い。何もかもね、あの脚本もそうですし、アニメーションもそうですし、細かいところまで、行き届いてるというところで素晴らしいなと思います。次、ゆるキャン、第3期ゆるキャンもまあおすすめしていきたいと、いうところで、まあ今回のゆるキャンに関しては寂しいと楽しいですね。このテーマを、キャンプを通して描くと、いうことだと思いますけれども、まあどういう風にですねみんながキャンプしていくのか、楽しく視聴していきたいなと思います。続きまして、夜桜さんちの大作戦、これは別にいいんじゃないかなと、個人的には、思った次第でございました。まあ、命狙われてるから結婚するぜみたいな、なんか激おもお兄さん対策みたいな、感じの第一話でしたけども、まあそこまで魅力は感じなかったですかね。次、夜のクラゲは泳げないということで、まあこれはまあさすがにね、あのおすすめ、していきたい動画工房さんオリジナル作品ということで、一人では輝けないんだけれども、みんなとなら輝けると、好きなものを見出していくというね、まあ、テーマがしっかりしておりますから、そのテーマを綺麗にまとめ上げることができるのであれば、面白くなるんじゃないかなと思いますね。やっぱ動画工房さんなのでアニメーションに関しても毎回毎回ね、まあ2話までしか終わってませんけれども、バチー決まってますから、あとはもう脚本次第かなと思っています。次、リモンスター、さよならと、いうことで、これね、まあ、巷でも言われてますけども、なんか転生したらゴブリンだったけん、ということで、なんかゴブリンがなんか無双していきますよって話ですね。次、臨海もちょっとさよならでいいかなと思いますね。なんか女の子たちが、まあ、競輪頑張っていきますよって話なんでしょうけれども、ちょっと難しいかなと思いますね。次、レベル2からチートだった元勇者候補のまったり世界ライフっていうことで、あの、あんま内容覚えてないんですけど、可愛かったなっていう印象だけ残ってます。内容はほんまに見たんすよ。第一話。見たんすけど覚えてないですね。最後、ワンルーム日当たり普通天使付きということで、これはまあ、まあ、さよならなんですけど、これ今季一番好き。マジで。めちゃくちゃ可愛いから、トワちゃんが。もう永遠に可愛いやん、トワちゃん。それだけで見てる価値あるんすよね。なんかノルマあるんかな？毎回下着姿ね、トワちゃん見せてくれるんですけど、それ可愛いなと思ってるってことで、癒し力で言えば、ナンバーワンかなと思うってことで、以上がですね、まあ、おすすめ作品とさよならかなと思ってて、続編を省くと、1、2、まあ、狼と香辛料を新作に入れるかどうか問題あるんですけど、まあ、一応入れるとして、3、4、5、6、7、8、9、10、
11、12、13、14かな、新作の中では14作品私おすすめしたいなと思ってる人でございます。まあ、続編に関して私のおすすめはこの中にあるんですけど、まあ、続編はもうご自身で判断というかね、今まで好きなんだったら見ていただければいいと思いますし、あんまだなと思うんだったらあれなんですけども、新作はまあ14作品ですかね、おすすめしていきたいなと。まあ、あとはこの、カラスが入るかどうかではあるんですが、まあ個人的に、新作として現状面白いなと思ったのは14作品でしたということで、以上でおすすめ作品の紹介終わりたいなと思います。皆様の感想もコメント欄で教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、おすすめの方どっかにあると思うんで、あと1本ぐらい視聴していただけますと幸いです。ハッピーでみんな届けだ。